fight! Smash! Smash! Yeah!
Oh, my God.
Thank you.
Oh, you can't!
Bye.
3月6日、デイトナ式スパツ X 対戦会です。本日は2人チームの、1チーム4キャラ制、ダブルイリミーというところで、チームがですね、ヒロポンさん、山本さんチーム、カーシムさん、ディオンさんチーム、セロテープさん、クレジンさんチーム、私とエクスパーさんチームです。で、まずは、ヒロポン、山本対、カワシム、ディオン。今日は何回だ？あ、X ゲーマーズ。あ、セロさん、セロさん、セロさん、今日何回でしたっけ？今日は細道ではないので、スペシャルルールタグマッチ、超新タグマッチ、外伝です、外伝。スペシャルルールのというところで、細道ではないです。それでは よければ席に座ってもらって、1人2クレまで払えばいいのかな。それでは、開幕は、ワンピーが山本チュンリー VS、ディオンさんのフォーク。おっと、いいステージですね。おっと、なんだ今のは。スマカゲリとトアホークが、あ、コンドルか、コンドルがクロスした。おっと、しっかり大選手を出している。おっ、大キックでめくった。おっと、当たってしまって、とりあえず使わせて、しっかり離している証拠だ。おっと、逆に投げて下がっていく、歩いてくるぞ。これは2回飛んで投げる。今度はちょっと高かったような気がしたが、光っている。おっと、ゲンキックが痛いぞ。届かないが、画面端に押して、今度はコンドル、中足暴れが早い、大足。おっと、転生読みでコンドルを出したか、あ、トマホーを出したか。立ち台系がなかなか届かない。おっと、回っている。続いて、ここで、山本さんが続投で X 流。
勝利を出してちょっと高かったが、まあ何も起きなかった。おっと、これはお、いやー、うまいっすね。 N トパからがうまいっすね。あっと、これは美味しいぞ。ダイヤシー天頂めくり、これはダイヤシーの届かない距離で、おっと、バックジャンプだけ、おっと、空立つ、おっと、バイパーチョップガードしてしまって回って、あ、ダイヤシー、あーっと出して中5数、ここで中5数諦めていなかったですね。あーっと、これはちょっと遠かった。もう立ち台系で飛ばさない。おっと、はまってしまうのか竜巻。コンドルはガード、ガード、ガードしている。あーっと、これは勝利、中華シャドウ、体力がちょっと追いついてきて、だがカウントがちょっと短くなってきた。おっと、真空をガード間に合って、ふぅ、あー、立ち上げ、これはもう、あー、リーオンさん連勝。ここでヒロポンさんが竜ですね。いやー、リーオンさんマジで強いですね。歩いてくる、コンドルドンピシャ、回って、おっと、4段になっている。あれ、画面端限定か、正面からいけるんですかね、はい、N コパ触れば、なんか今4段になってましたね、画面端で。おー、今日調子良さそうですね。そうですね、だいぶかなり回ってます、回ってますね。しかも全部話でしっかりやってます。ダイヤシーしっかり、このカードを1回でひっくり返ってしまうので、おっと、暴れが通る、竜巻めくり、竜巻、おっと、トマホが出てて回ってつながってないが、さっきはつながっていたが、ね、ただここはね、やっぱり暴れないと回される的な、おっと、画面中足ドミッチャから埋めていく。ちょっとね、画面が光った分、カラジャンからの台風が、はい、うまく出なかった感じ。ああ、そうですね。真空で、コマンドがちょっと出しづらいですね。自分もザンギリやるんですけど、カラジャンでぐるぐる回してるの、どこが消えてるか分かんないんで、はいはいはい。多分あれは、あと、高め当て投げ。強引に。荒らしましたね。そうですね。マギギナ使いも早くレバー回さないと、はい、あれなんですよね。素で投げに来たときに、投げ返そうとしたときについレバー回しちゃうと、あ、はい、回してる分遅いなんてことがあるんで、はいはいはい。おっと、ここでディオンさんがバイソン、ディオンさんのチームも続投ですね。続投ですね。これで2人目対3人目ですね、今。はい、おそらくヒロポンさんは竜がやられたらバイソンなのかな。そうですね、っていうところですが、それが確かヒロポンさんチームの最後のキャラなんですが、それが同キャラになってしまう。そうですね、これはドットが余ってて、さあ諦めてない。あーっと、ダイヤシが置いてあった。ダイヤシかっこ手、バイソン足とか使わないですかね。確かに膝蹴りとかウルフォーかなんかで使ってましたね。あ、本当ですか。キック技じゃなくて、はいはい、相手の足を踏んづけて殴るっていう。あ、ゲスですね、強い技が。さすが。さとか言ってるうちにもう、おっと、
あーしゃがみ中パーバレー。さあこれでヒロポン山本チーム大勝ですね。バイソンバイソン、ここから逆三立てしないと、はい、狙い、なるほどですね。まずバイソン、ただバイソン倒すとあとはガイル流なんで、そうですね、ガイル流、あ、そうか、ガイル流なんですね。そうですね、エクスパーさんのキャラが、あ、いやいや、あれ、これカーシム、カーシムさんですね。ホンダダルシ ム, シム、やばいだいぶやばいですね。さあ、あーっとコパン暴れの後に食らっていた。いやー、カーシムさんがダルシムっていうのは結構相当やばいですね。やばいですね、かなり本気で勝ちに来てるのか。そうですね、私がもしかしたらキャミー使わない宣言してれば、なるほど、よかったのかもしれません。あーっとヘッド、あー今のはよくクレイジー出していた。ダッパー暴れていた最速で、おっとおっと、置き台パン、置き台パンですね。八台パンが長い、通称においが、おーっとやり返して、ここで2人抜いて副賞までですね。そうですね、カーシムさんの1キャラ目、まあホンダかな。カワシム通り、これ本当にお互い結構やりにくいカードで、はい、そうですよね、はい、このあおっとおっと、おいちょがあるのにも、おいちょがあるけど恐れていない。ついに来た、わーっと掴んでいる、ごちってごちって、逆にやらねえだろ読みのやるっていう感じですかね。ヘッドが出る、おっと噛んでいるのは今度もバレていた。おっと、あーこれはおーヘッドが届くの、あーっとダッパに今歩いてもコマンド入ってましたね。これよくできてるのが、はい、よくクソ無双言われてる鬼無双なんですけど、あ、このカード結構いいですよね。バイソンには結構な確率でフルヒットするという、はいはいはい、特にオアで突っ込んだとことかに入るんで、はいはいはい、このく、あー123つながっている。いや、勝っていたのはカーシムさん、ね、この組み合わせ結構やっぱ、はい、ホンダがコパンでこう潰せる距離まで歩きたいところ、そうですね、ですけど鬼無双があるとワンボタンで、そうですね、それも技が出るというところで、じゃあ続きまして勝ったのは D4 カーシムチーム、はい、次我々が試合ですね。はい、はい、こんばんは、川島です。さあ次は、ハクエクスパー VS、スローテープクレジン。さあキャラが、ごめんなさいちょっと把握してないですが、スローテープさんは、ザンギと、バルログだったかな。クレジンさんがダルシムとなんだ、エクスパーはリュウガイル、ハク君は何だろう、キャミーとベガかな。クレジンさんもう一キャラは何、リュウダルシム、クレジンさんはリュウダルシムだそうです。ハク君はキャミーとフェイロン、フェイロン、おなるほど。さあ一人目に出てくるのはさあ誰でしょうか。さあワンピー側はエクスパー、誰かが聞くしかないですかね。エクスパー、エクスパーは、1キャラ目決まったようです、ガイル。さあ、スローテープクレジンチームが、1人目クレジンさんかな、クレジンさんのリュウ、なるほど。
さあ、リュウガエルですね。エクスパーガエル対、クレジンリュウ。しっかりあのね、コンパネ吹いてましたね、エクスパーさんね。消毒しますね。そうですね、はい。マイアルコール持参ですからね。そうですね。酒みたいに持ってます。飲むやつじゃないですからね。間違えた。間違えて、いつものオレンジ色のリュウを選択している。そうね、そうね。さあ、アルコールにもう酔っているのか。はい、はい。自らのね。さあ、超人タッグマッチ第2試合目、あ、第2戦目。さあ、エクスパーガイル対クレジンリュウ予選第2試合目と。超人タッグマッチリュウガイル、まさかのエクスパーさんがガイル。そうですね。クレジンさんのリュウ、まさかのクレジンさんのリュウ。そうです、お互いお互いどうしたって感じですね。獣道見てたんだよみたいな感じのね。さあ、でもエクスパーさんはね、ガイルたまに使って遊んでるんで。そうですね。おっと、ナイス今の。裏剣がスタブでしたね。さあ、勝利、ぶっぱ勝利に対してなぜかしゃがみアッパー。お釣りなく終わりましたね。なぜかいい勝負になっている。なんだこれ。足に行くわ。あ、大足2回転目を食らう。恐ろしいですね。さあ、ごちゃごちゃしているが、さあ飛んでいく。おわっと、昇竜拳。大昇竜が中足に当たる。あれなんだろう、波動拳やろうとしてんのかな。歩き波動、波動拳失敗して昇竜なんですか ね、 ね。あ、それっぽいっす。まあ結果良ければいいっすけどね。さあ、飛びが遅すぎて。さあ、エクスパーガイルが勝利。さあ、謎のルーティンを2人でしているエクスパーチーム。セロテープさんはザンギとバルログだったんで。なるほど、セロテープバルログちょっとここじゃまだ使いどころが、まあ、クレジンさんのね、ダルシムなんで。ビビってる、全然ビビってないからと。とクレジンさんの、まあまあまあ、まあそうですね、クレジンさんのダルシムを仕事です、これは。さあ、しっかりダルシムの務めを果たすことができるんであるか。これでもそうですね、ここで崩せればエクスパーリュウもいるから。そうですね。さあ、ダメージをリードしているのは、さあこれで5分、5分になりましたね。何も通らない、何も飛びが通らない。さあ、殺害系多めだが、ソニックの後が何も通らないぞ。さあ、一発入ったが、さあガード、投げに行ったか今。ちょっと竜と違ってガイルは投げ前が狭いので。さあ、今投げたかな。なんとエクスパーガイルがこれはクレジンダルシムが若干。さあ、意味のないところでソニックブームを打ってしまう。イエス、イエス打った。まだ1ラウンドあるぞ。さあ、エクスパーが叫んでいる。まだ終わりじゃないぞ。イエスと。まあ確かにね、喜ぶ組み合わせですからね。喜んでいい組み合わせ、これでかいですからね、この1ラウンドは。さあ、ちょっと距離的に処理しきれてないぞ。クレジンダルシムが処理をミスってる間に殺したいところ。しかしここはちょっとやばいかも。台形ブンブン。いやー、これはしょうがない。立ち中、しゃが中、これがガイルダルシムだと。まあでも飛びも一発で終わっちゃってますからね。ちょっと選択誤ったか今。おっと、サマーがいった。なんだそれ。ジャンプ中継ではめくれませんのでね、ほとんど。ジャンプ小継ですよね、めくるなら。お、出場の時間か。さあ、押しているエクスパー。さあ、どっかで離すか、サマーを。当たりそうな距離だが、ギリギリ大丈夫かこれ。
これは一生打ってる。おー、うめえ今のソニック、マジか。あっと乗っかってしまった。なんとエクスパーガイルまさかの勝利。エクスパーガイルまさかで失礼しました。じっと我慢我慢して、さあここでセロテープバルログ、さあいいのかバルログで。ガイルにバルログ、さあ割とガイルはねいける方なんですよね、バルログ、ね、ああバルログですよね。あーそうか、山本さん的に言うとバルログですね。そうなんですよね、バルログがなはずなんですよね。バルログ。おーサマー、きっちり目をしかもサマーを、あれ当てんのすげえ難しいっすよあれ。あ、だいたいああなるね。さあセロテープバルログは、はい、なんかやりに行けてないような気がしますが、はい、さあお互い黙ってます。あー死ねるぞこれ。さあ削りが、おっとなんと手前落ちの先詰めだった。さあエクスパーガイルはどうしたら勝てるんだ。さああれね、スラ連続、これきついんですよねガイル。しかし体力的にはガイルがリードしてるぞ。投げでしょ投げでしょとエクストラがささやいている。投げでしょ。あーっと中垣内、さあ早出しの中垣内ジャンプ大パン。さあ最終ラウンド、怪しい組み合わせが続いているが、ガイルはねやっぱ空対空が結構強いんで氷行きづらいんですよね。そうですね、地上で、うん、地上でああやってチクチク行くのが定石ですね。おっと投げられる、受け身はあった。前ジャンプ中パンでしたね今。中パンは持続が長いんで結構使える技なんです。なるほど、出っ放しなんですね。出っ放しではないですけど、弱ほどじゃないんだ、あの大パンほど短くない。おお強い、お投げられる、ジャンプ中パン難しい投げ。さ さあなんとリーチ、エクスパーガイルが3立て、最後セロテープ緑色、さあ残ってました、出すのか、出した。さあ嫌な予感しかしないこれ。マジですか、死ぬんじゃねこれ。マジですか、まあガイルだからね、なくもないよ。うん、きついっすよガイルさんに。さあしかし一回こけると逆にきついのはガイル。さあなんとか耐えた、さあ頑張れ。これは本当に画面端、サマーをガード、使い慣れてないガイルなんでね。そうですね、まあ、間合い管理がね難しいんですよねガイルね。すぐ前来るんでね、ザンギはもうガンガン前来るんで。まだエクスパーさんソバット出してないですからね今日ね。知らないんじゃない、知らないのかな。さあ見事に死んでいた。さあここでチェンジかな、 HP 側チェンジ、ハクさんが座る、ハクさんがもうキャミー出しちゃえば終わるんじゃねえかと。そうですね。そんな感じだが、あえてここはフェイロンじゃねえの、あえてここは、いやいやいや、あ、間違えて間違えた。あ、いやステージ変わっちゃうからザンギー殺してもらって、うん、そうっすね、みんな大好きなキャミーステージだから。間違えて、プレンと合わせてフェイロンに合わせようとしたんでしょうね多分ね。そうっすね。勢い余って左のフォークにカーソルが合ってしまった。さあ、ホークとフェイロンなんでね、まあどちらでもいけますね。さあ今回は慎重に選んでもらいたい。さあフェイロン、あー色がやべえなこれ。あっと見たことある色だ。おお初壊し、パンに立ち壊しが当たりましたね。おっとレッグを吸った、ちょっとタイミング今ずれたんでね。さあここはセロテープさんなんで、おやるときはやる、見せていく。
さあフェイロン戦もしっかりとポイントを抑えている。さあフェイロン側もまあそんな難しくはないと思うんですが、楽なカードではないですね。めんどくさいですね。さあ1回目吸って、おお光っている、久々に見た。さあ乗ってますね。さあ調子に乗らせると、今回は今日は2ラウンド行きましたね。ザンギは結構行くんでね、調子乗るとね。CPU に中断なんマジっすか。さあエクスパーさん2キャラ目。さあ竜、はい、選んだ。さあ竜ザンギね、結構俺のザンギともね、ノジアイとかでたまに遊んだりしてるんで、ザンギ戦結構知ってます。ただね、ちょっとまだちょっと足りないかなっていうのは、歩いて足を差しに行くのがちょっと歩きがちょっと足んないですね。なるほど、まあまあ、はい、後ろに下がりますからね、エクスパーさんね。そうですね。竜巻、さあしかし昇竜の精度はかなり高いんで、おっと吸った、終わった。カラージャンプスクリュー、これは予想外。さあ気合を入れる。さあここはいいとこ見せたい、エクスパー。メインキャラ同士の戦い、相打ちになってしまった。今のは昇竜できっちり落としたかった。さあ掴んだ竜巻。さあガード、あー飛び、うわっと飛びが通ってしまう。さあ垂直大剣、あっと危ない、危ない、今の中足対空、危ないよ、なんか揉まれた、なんか揉み死んだ。ちょっと危ないよと思ったら死んでしまいましたね。さあ最後のプレイヤー、ハクさんのキャミー。さあ対照戦、言うてもね、エクスパー悔しそうに言うてもセロテフさんなんでね1ラウンド目はありますからね、まずは。さあハクキャミー、さあタケチからだ、お気合が入ってきた。何空中でフリガン、もうどうにもならないやつだ。左右ちだが、体力半分以上持ってかれちゃった。左右ち、さあオッケー。あれだね、お釣りがないんですよ、何も残機ね。ガードしたところで。キャノンスパイクはじゃあ出し得になっちゃいますね。出し得ですね。さあまた開幕フーリガン。あのブランカが飛び込んでフーリガンえうってやって削るのと一緒で、何もお釣りがないです。なるほど。いやこれはちょっと追い詰められたぞ、一気に。あのね、シャガッチュがね走ったが不発、強いんすよ。1ラウンドもないのか、セロテフさんは。なかった、ここまでなかった。さあエクスパー博チームが勝利。そうっすね。さあ次何にするんですか、ルーザースやっちゃうんですか、いきなり。ルーザーズは、ヒロポン山本、セロテップクレジン。先に、ルーザーズから、セロテープチーム対山本チーム。大さん、
竜対決ですね。緑が山本龍、黒がクレジン龍。おっと竜巻昇龍、クレジンさんは龍はどうなんでしょうかね。ファイヤーを食らってしまう。昇龍出る、送らせて真空をガード。お互いなぜか波動を食らっている。お互いなぜか波動ガードできずにいる。真空を、あーなぜかクレジンさんもびっくりしている。食らってあるのか、なぜかなぜかその場で中小竜、なぜか お互い波動ガードしていない。中小竜昇龍、これは相打ちでも OK。 ここで一旦落ち着いたか。中足白波動だが次を食らってしまったので中5、おーっとしっかり4段決めて、最後は昇龍。続いてセロログが、セロログが出てきた。リードしているのはセロログ。爪が長くて、おっと勝利をぶち当ててテーラーが間に合う。投げに行こうとしたがチューパーバレが間に合っている。透かし投げ、ひょう、ジャンプコパン、爪が剥がれて爪を拾って、おーっと着地してから中パン。これはいい感じだぞ。小足ダイヤシャドウ、勝利が出ていた。竜巻テラーで逃げたが、これは中足、昇龍が出て竜巻、竜巻引っかかるが真空を出している。むちゃくちゃな動き、おお相打ち OK。 しゃがみでパン、おっと開幕テラーという謎の選択肢、あれか、おっと2段、これはゴロゴロ竜巻、あーっと投げれたかった、今のは投げだった、嵐に行った感じで。次がどっちかですね。ザンギとダルシムが残っております。まあ、これ式のプチ情報なんですけど、本日不在のドカタさんはホークステージの音楽が一番好きということですね。まあ、ということで本日ドカタステージですね。これ今回はクレジンさんがダルシムで出てきて、流線はどうなのか。このドカタステージで勝敗が決する。おっと丁寧に立ち回っているフレーム、重ねて真空を出させて、これは美味しいぞ。ここはじっくりいきたい。おーっと竜巻が出ていたが上からドリルが来ていた。おーっと相打ちファイヤーだ。あーっと近づけなかったがカウントが迫ってきて、真空も避け、あーっとちょっとかすったが、これはガードで OK。そうですね、
ふんわりジャンプして残り6カウントぐらいだったのでこけて時間を稼いだ感じですね。これは余計なダメージをもらわないように丁寧に立ち回ってる。これはピヨってしまう。ああ、なんか今の動きはシンクを入れたっぽいが、ほわーっと飛んでいた。昇竜最後それでいた。引っかかってしまう。投げて昇竜、お釣りが入ってドリル、昇竜出させて頭突き、ピオリーチ、ピオったー、インフェルノ、あー今溜まった、インフェルノ、あ出ない、うーったー、もったいないが惜しかった。そしてザンギが出てきた。相手はまだ1体目というところで、おっとコパコパ壊し投げ、昇竜、昇竜、これはエクスパーよりエクスパー回っております、回っております。中足シンク回りすぎたか、もんで、あーっとさっきまで勝利をめちゃくちゃ出してたのでガードしたが、あっとダブラリ届く、相打ち狙いからの小足スクリュー、いやーさっきの中足シンクはヒヤッとしましたが取り返した。ダブラリが届いて、あ今のは頭突き狙いか、タスマッキーを今多分頭突きで狙った感じですよね。今度はおーっと走っていたがファイヤーが出ていた、ピオるぞ、これはリーチか、まあここはガードしている、まあそうですね、ピオる危険性もあるので安全に行きましたね。おっと昇竜出させて、だがこれは山本さんはもう相当仕事したということで、竜、チュンリー、バイソン、ここで竜か、ヒロポンさんの竜、いやー山本さんが頑張ったおかげでヒロポンさんはこれリラックスしてできますね。大足投げる、あーっとこれは確定しょ、まあ、バックジャンプしていればっていうところですかね。中足、あーっと届く間合いで打ってヒット確認しているが2回目はスクリュー。エクスパーが後ろに回ったところをセロさんがアドバイスするなと差し返して、おーっとファイヤー美味しいぞ、ああいうところでおっと投げている、2段がわーっと出させて、このまま逆立てできるのか。ここは山本チュンリーが出てきたのは山本さんのクラゲ製作所、クラゲを出して相打ち、おっと美味しいぞ、アントビー押して、おっと今のは確定、ちょっと離れてしまったがもう一回バニで歩いてくる、これはスピーバーで避けたがダブラリー、うまい、テンション、これもダブラリー、ダブラリー乗っているぞ。いやー今のは
バニのタイミングで勝敗が決した感じですかね。吸ってズンズン歩いてくるが少し遠い百列暴れ、おそらく今ジャンプしてましたかね。下がり機構これが強い。あーと林がバックジャンプで逃げて、おいしい、あーめくられてしまうが吸われて、ここで大将が出てきて逆立ての可能性が見えてきた。お互い大将さん、大将で出てきたのはヒロポンさん。パーッと着手を吸っていた。ヘッド、これは確定なのか。これも確定、ちょっと遠いので、あーっと怖かったがバックジャンプしていた。おー、立ち台パンを狙ってダブラリが出ているが、あーっと今度は引っかかってしまう。ヘッドを出させた。体力があったので冷静でしたね。立ちこパン連打、大足、小足、あ、おーっと、これは死んだか。確定、勝ったのは、セロテープさんチーム。はい、じゃあワンピーツーピーじゃんけんだけお願いします。はい、カシムさんの方がツーピー、カシムさん、ディオンさんがツ、ーピーで、エクスパーさん、ハクさんがワンピー。はい、はい、聞いてください。決まったのかな？決まったのかな？はい。ホークガイル。エクスパーさんがガイル。ワピーがエクスパーさんがガイル。ツピー側、あ、金入れなくていいのに。ドネーション、ありがとうございます。ドネーションありがとうございます。で、ツピー側のディオンさんがホークと。先ほどものすごい強さを見せ、つけてましたね、ディオンホーク。これはホーク使いなら大好物。ガル戦だがって言われているがどうなんですかね。ちょっと真実は定かではない。さあ画面端厳しいんではないか。これはガイルは。さあしかし近づけないぞ。意外とエクスパさんの空対空がサマーもある。エクスパーさんのガイルはこのサブキャラ だからなのか、あの異様に硬いんですよね。そうっすね、竜に比べるとびっくりするぐらい硬いっすよね。余計なことをしない言われてみれば、あっと重ねておしまい。端っこで、本当だ、端っこでなんかほぼほぼガチガチにガードを固めていくという。あんなん竜なんて絶対飛び込んでますよね、竜巻とか。う、どうしたんだ、人が変わってしまったのかみたいな。逆パターンはあるんですけどね、あの普段我慢するキャラ使ってるんで、はいはいはい、サブキャラの時になんかこう大暴れするみたいなタイプはいるんですけど、全く逆です。メインキャラが大暴れでサブキャラはこうガチガチに硬いというほら面白いですね、面白いですね。バックジャンプ、うお、噛み合っちゃった、まさかの先ほど三立てしたディオンさんをあっさり。そうですね。さあ悩むところ、まさかのエクスパーガイルに皆さん悩まされている。出すのか、結構苦労しましたからね。いや
まあまあ、ザンギですからね。いや、ザンギはまだ良かったんですけど、バルログが何の役にも立たなかったのか。いやいや、そんなことないですよ。いい動きでしたよ。さあ、出た。出てしまった。もう本気だ、これ。本気モード。さあ、カワシム、ダルシムに、これは早いだろうと。さすがのハクさんも。この大人気のなさ。そうですね。あの総計待機がやばい。ちょっとね、さっきのさっきそういえばクレジンさんにも勝ってましたからね、エクスパーガイル。さあ、しかしそうはいかないぞと、そうはいかないぞと、ね、カワシムがさらに見ちゃってるのがやばいですね。そうですね、動きを見ちゃってます ね、こいつこの辺で飛んでくるぞってのはもうほぼほぼ分かってる、はいはいはい、そうですね、山は晴れてますよね。クレジンさんはやっぱ立ち台系とかの置きがちょっと多かったんですけど、そこに飛ばれたりしてたんで、あの距離やばいですね。肩骨がギリギリ届く距離。そうですね。そうですね。牽制技振ってもまだ立ち OK が対空間に合うという。はいはい。おっと、無理やりサマーでこじ上げに行く。ただエクスカのその手癖というのか、下がっちゃうんですよね。まあまあ、それしょうがないですよね、プレイスタイルなんで。そうですね、これ竜ならまだそれでもやりようはあるんですけど、多分ダルシムガイルこの組み合わせはバックジャンプしてしまったらもうないです。そうですね、次の接触がかなりきつくなるんで、やっと触ったのに。まあでもこれはもう積んでいる状態。そうですね、そもそもメインキャラでもカワシム倒すのはなかなか厳しいのに。そうですね、サブキャラで倒せるのか、しかも負けキャラで。さあ、ハクさんがここですね、あるとしたらばキャミ、もう出し惜しみなしでいく感じです。もういきなりメインからバサバサ切っていきますね、みんな。向こうがもうね、ダルシム出してきた段階でね。そうですね、切っていく。さあ、スライサー、おっと、フリが見てる。あれが通るか通らないか勝負みたいなところ。あ、さあ通した。うわっと、これはきついぞ。キャノン、お釣りなし。お釣りなし、美味しかった。さあ、ファイヤーまだあるか、裏から。うわっと、削り、カワシム勝負でね、めくりっぽいドリル。ちょっと今見ても表か裏か分かんなかったんですけど。はい、さあ、ツーヒット。おっと、つらってない、今度つらってない。スパイラルめくっていったが、さあ、このラウンドはカワシムが、さあ、ルキャノン投げて受け身あるが大パン重ね。キャノン、さあ、キャノン、ね、受け身の後は結構ビヨりやすいんで、今もリバーサルなんか出てましたね。さあ、攻めダルだ、ガンガン攻めていく。フーリガン通す。一発圏内、お互い一発圏内、投げた。おっと、ここでカワシムダルシムが、これは怒りの連コインか、おかわりしちゃいましたね。怒りの連コイン、ここはね、なかなか用意周到にヤバいキャラ用意してあるんですよ。そうですよね、はい、先ほどもちょっと活躍したホンダが ね、 そうですね、これはキャミーも厳しい。ただね、ハク君もなかなかキャミーでホンダ戦やってるんですよね。自分がなんかふざけてこうかぶせっぽく入っていったらですね、結構対策できてて。しかしちょっと減りが激しいぞ、削りがだいぶやらしいっすね。そうですね、ただホンダ側も削りに行くところは若干のリスクがあるんで。おっと、踏み込みキャノン、表からスパイラル合わせていく、あ、スピンドライブ合わせていく。百列とか頭突きにこう意外にスパイラル合わせられるとダウンが取れて一方勝ちできるので、キャミーが割と狙ってくるんですよね。打ち、おっと、尻を後ろから当てて、おっと、逆でたつながってないが、かなりのダメージ。そうですね、体力減りましたね。着パン一発で、しっかり待って、
これはでもエクスパーさんが龍がいますよね、はい、でもそうですね、そこを最後ディオンさんのバイソンで処理するといった多分シナリオがあるのかな、ね、ハクさんもまだフェイルオンありますからね、ちょっと体力差がついてしまったぞ、空中でラッキー、あれも着地で食らっているとコンボまであるんで突っ切れ拒否して、さあ一発圏内どうする、これ触ったら勝ち、さあお互い息を飲む瞬間だ、あーっと手前落ち、あれ百裂が出てれば多分百裂に刺さったんでしょうね、カワシムが百裂刺さずに、なるほど、コパン空振りだったので、さあここでエクスパさんがお互いのチームがやはり決勝戦ですね、いいキャラを切っていって、ウィナーズはなかなかもつれています、さあまずは波動ヒット、これもね大会前ちょっとなんかなぜか知らないけど竜ホンダがちょっと流行ってたんですが、あったんすか、なんかやってたんですよみんなで、さあ昇竜ナイス、割と竜側が苦戦してたという、竜もね近づかれるとこんな感じで死にますからね、今昇竜出てもおしまい、そうですね、相打ちですよね、腹と相打ちです、さあ打たないとダメだぞ、これはどっかで打たないとダメだぞ、おー一応昇竜、昇竜魂がこもっている、あ竜巻いらないんじゃないか、列がちょっと遅いが、あーっと割り込めなかった、あドスコイと思った100巻、さあフェイロン、これで逆に追い詰められたのはワンピーガーハクチー チーム、これフェイロン、フェイロンこれは、ね、難しいけどやることはある感じですね、立ち台パンチがかなり強いんですよ、お互い難しいですよね、ちょっとあの立ち台パンチ、あーあ、ね、そっか、頭突きを止めたり100列を止めたりするんで、怪しいやつですよね、ただ振ってるだけでは何も起こらないので、フェイロンは、横幅が広いんで怪しい重なりがありますね、さっきみたいに、さあ支援出てはいるが相打ちが多い、さあ1ラウンド目は川島本田、川島本田ちょっと、はい、シムモンド、シムモンドだとダルシムが入ってるな、さあ今の第一大満足ですね、あれが後ろから、おっとコンボチャンスだったが、これ切ないですね、まさか川島ダルシム倒しておいてのまさかの、そうですね、相撲に江戸にやられる、ここに相撲がいるとはっていうね、あと3番サインなかった、さあどうする、うわーっと垂直、さあウィナーズに行ったのは、川島ディオン、川島ディオンチーム優勝ですよね、もうトーナメントないですよね、2位がある、さあ順位決めがあるのか、きっちり最後まで、さあ優勝は決まりましたが、おい、フェイロンバルログ、 1P 側はハクさんのフェイロン、 2P 側はセロデープさんの、スピーガーセロデプさんのバルグと、これどうなんでしょうね、組み合わせ全くちょっとよく分かんないんですけど、おっと今のはちょっと予想外か、テラーが切られるとは、何ならいけるんだ、
まずそこからですよね、はい、伸ばすと燃やされる、密着だとスカルーというね、バルログとしてはちょっと辛いですね。でフェイロンはド密着しか狙ってこないぞと、これは難しい、これは難しいぞ。ハクフェイロンがまずバルログを破って、これはそうっすね、これはまず、そうそうそう、波動拳を飛ばれたら死ぬけど昇竜拳が出れば勝てる組み合わせ。昇竜拳、劣化拳、昇竜拳、さあおっと燃やされた、キャミジゴミのやつだ、完全に読まれていた。投げる、あー入ってしまった、これが恐ろしいところ、波動を飛ばれたら一撃で死ぬ。さあもう、いやダルシム出すしかないんじゃないかな、これ。これきっちりファイヤーモードができれば結構フェイロンもきついはずできればですが、ただフェイロン機動力あるんでね。そしてピオリアッサ、そう、愛しさと切なさとピオリアッサがありますからね、ダルシムには。しかし体力がだいぶ持ってかない、ナイス後ろから行ったが劣化神剣、お、いいぞ、ピヨッタ燃やしちゃう。さあ脱出されてしまった、お、なんかわかんないコンボが入った、いいぞいいぞ、よし伸ばした、ド密着支援当たんないですか。さあ逆ピオリ死んだ、これは恐ろしい。さあ ツピ側最終プレイヤーですよね、カワシム、あーごめんなさい、セロテプザンギ。さあフェイロン、あ、このチーム予選で当たってるんですよね。いったー、これはストレートに行く、いやースクリュー出しますね、やっぱり。お、つながったん、入ってしまった、6ヒット、あっと3発出してしまった。しかし体力差はだいぶあるぞ。おっとスクリュー削り殺す、劣化神剣を読んでいた、しかし支援まではこれも一発入ったら結構やばいですね。フェイロン火力がやばいですね、やっぱりね。そうですね、ザンギーがピヨりづらいけどピヨらない方が体力差がやばいぞ。さあド密着、おっ神剣、神剣ダブラリで抜けれないんだ、貫通、劣化神剣貫通。さあ2位はエクスパーさんと、白さんのチームで、3位がセロデプさんと、
あ、マジか。ダブルイルミ、ダブルイルミだった。決勝が待っていた。ハクさんとエクスパーさん、カワシムさんと、ディオンさん、失礼しました、失礼しました。じゃあコメント間違っちゃいましたね。決勝はまだ決まってなかった。なるほど、なるほど。勘違いしてしまいました。優勝チームはまだ決まってません。さあ、ゴチゴチいった。でウィナーズ抜けがカワシム、ディオンさんチームなんで、ルーザーズ抜けが、ハクさんとエクスパーさんですね。そうです。なんでカワシム、ディオンチームはこれ勝てばもう優勝。そうですね。負けてももう一試合あるんで。なるほど、はい。さあ投げた。さあこれさっきはエクスパーさんの片尾ガイルが、はい、片尾、片尾、さあおっと攻めてみた。さあ OK の発音がいいぞ。本場ですからね。ネイティブっぽい発音で。そうですね。さあ赤尾、さあまあ出る、ガードしてしまうあたりが。そうですね、ガードすると死ぬ組み合わせですからね。大体ふん、アントミだった。やっと今回はリベンジ成功。いや、ディオンさんの方すごい強いですよね。強いっす。ただこのチームね、はい、キャミーとフェイロンが用意してあるんですよね。そうなんですよね。これがかなりフォークには機能する。ちょっと、うん、フォークもつらい。起き上がりにレッグ重ねてもやることがおっと知っている。しゃがみ台パンチで超反応すれば落ちるんですけど、失敗すると6段もらうんで全然美味しくないですね、はい、しかもトマホがダメっていうね。コンドロも支援があるからそう出せないですもんね。そうですね。おっおっ、怪しい感じだが、一軍を逃してしまったか。仕切り直した、削った。割と遠くの方から削りいったんで、今のバックジャンプ間に合ったかもしれないですね。そうですね、確かに飛び越えちゃってもよかったかもしれない。飛び越えてコンドル。ただね、あ、トマホ逆にね、警戒してないっていうのもあるんで。さあだから噛み合わせているぞ。おっと立ち台剣うまい。さあ支援で切ってめくりはガード、そしてしゃがみ大パンチの反応が早い。早いですね。あれね、相打ち OK、 勝利。あ、相打ち無理やり取りにいった感じ。なるほど、相打ちを無理やり取りに行くところ。ラッキー、まあ、体力差あったからってことですよね。投げて、さあトマホで割る、めくりから落とし穴が出ている。ここは劣化神拳。さあ一進一退。さあこうなるとどうする、バイソンかダルシムかはたまたホンダか。バイソン厳しいっすね、フェロンに。バイソンは割とバイソンいけてると思います。いけます、はい、かなりいけてると思います。一応僕の持ってる情報は、あの玉島さんとユリッツさんっていう破天荒の方なんですけど、はいはい、かなりコテンパンにバイソンが勝ってました。なるほど。お、ここは手堅くダルシムで行ってみた。まずはね、まずはね、ホンダがいるからですね。ダルシム取っとくほどのことはないかという感じですか、今回の組み合わせだと。エクスパーリュウいますけど、まあ、それは残
ダでなんとかな、バイソンでなんとかなるみたいな。あ、バイソンいるのか、ディオンさんのバイソンがね。そうです、そうです。今日まだ出てないですね、よく考えたら。そうですね、ディオンバイソンチームはかなり、あれですね、これはいい、クレジットを消しないで勝ってますね。そうですね、これはいい組み合わせだぞ。おっと、遅らせてから4ヒット。先ほどは あれさっきカワシムさん勝ったんですか？やってないじゃないですか。やってないか。キャミー、ホンダフェイロンですね、さっきの。そう、そうか、そうか。あとキャミーダルシムですね、やったスラタイク。飛んだら死ぬ。さあここに入っていくのはもうエクスパリュー。あ、おっと、これそうですね、キャミー連呼ではなかったですね。おっと、これはここはやらせろと、俺はやるぞと見せてやるよ、ね、これが俺のダルシム戦だ。そうですね、君をエクスパー竜巻当てて、鎖骨空振りから裏落ちは掴まれる。ナイス竜巻、また鎖骨空振りから下段。鎖骨おとなしく重ねちゃダメなんですかね。投げ返しもなくはないですけど、まあまあ、おっとこれがエクスパー、エクスパームーブ。さあ、よくわかんない、重ねてて、今度は重ねてみた。あれじゃないですか、あの初めの一歩とかでよくある、はい、あの同じパンチとかを何度も印象付けて、なるほどなるほど、別の方角からみたいな。さあ、なんで飛ぶんだ今。波動重ねでよかったんじゃないか。波動重ね、昇竜重ねでよかったな気もする。なるほど、インフェルの読み、はい、ここにも角にも1段目取ったのはカワシム。接戦でしたね、だいぶね、竜巻。そうですね。さあ、この真空、さあこのスタイル、おっとこれがあるんですよね、まあ共に重ねると。なるほど、これは厳しい。これで竜巻多め使ってゲージ上回収してる感じですね。これはやばい。しかしお釣りはまだ打つが掴まれた。さあさあ、だいぶ攻め込みましたね。ただカワシムダルシム勝利で最後のキャラですね、ハクさん。そうですね、大将引きずり出される。しかもこれ勝ってもまだリセットなんで。そうですね、ハッキャミ、ハッキャミダルシムバイソン倒してやっとリセット。先ほどはハクさん勝ってますが、ね、ただこれダルシム、カワシムも多分これやっぱね、ちょっとリベンジしたいでしょうから。でも一回見てますからね、まあ、お互い様ですね、そこはね。まあまあそうですね、お互い見た上でですね。そうですね、おっと差し込んでいく、スパイル来日、キャノンスパイク読みが冴えている。おっとフーリガン、ですね、沖大パン沖フーリガンみたいな感じですよ ね、 ね。おっと開幕膝、これは痛い。それキャノン、おっとキャノン割っていく。おっと今テレポ読みですね、完全にテレポ読んで、そこまで読んでいる。さあキャノン、さあどうする、フーリガン、フーリガンで、さあ次は裏から、あと今お釣り勝って押していたんだが、あースパコさー、そう削り切った。さあホンダとバイソンがいるのか、まだ。これでホンダバイソンあと2キャラまで来ました。なるほど、だいぶね、1初登場ですかね、までったのかな。そうですね、本日初登場。あ、最初使ってる。あ、なるほど、あ、そうか、同キャラ使ってますね。久しぶりの登場、失礼しました。スパイラル、スパイラル多めなんですね。痛い、しかし食い込みすぎた、逃げ見なくて、おっと中断、謎中断。ただあれ多分ヘッドとかにも勝てるんですかね。うわ、どうなんだろう、中ヘッドとかやばそうっすね。4
ターンを使った後もらわなかったので寄らない。さあ今のヘッダー出させた感じ、投げる、投げ、さあもうここで引きずり出された感じだ。お互い本田対象キャラ、さあ投げてドスコイで抜けても立ち台パン、キャッチャーはあと目まぐるしい攻防、拾わなかった、ドラムライン、マックスからするとあれですね、やっぱりこのサブキャラで伸び伸びやってくる方がやりにくいのもあるかもしれない、うん、この相手がリズムできてきたらこうそれの裏を取る方法を考えてるかもしれないですけど、あのあんまり使わない人がホンダ使うと結構伸び伸びと頭突きを打ったり逆レスを打ったり、そうですね、普通のどこで来るかよく分かんないみたいな、普通のホンダ使いは使わないぞみたいなね、そんなに気分よく出さないだろうっていう、そうですね、ところももうあのホンダの意図はやっぱ気持ちよく必殺技だけ出してられるってところですよね、でメインの人はそれをねまたうまいこと我慢したりするんですよ、うん、おーめり込んだ、終わった頭突きを合わせていった、あ優勝にリーチがかかる、お互いですけどね、お互いじゃないです、あれルーザーズの方は1回負けてるので2回負けなきゃいけないんです、だからこれ勝ってもまだ五分なんです、終わらない終わんないです、ウィナーズの方はリーチです、この試合に限って言えばお互いリーチなんですけど、はいはい、そういうことですね、キャノンキャノンねじ込んでいって、おっと今鬼無双だった、さあいや優勝1ちょっとお預けになりましたね、そうですね、もう1回仕切り直しなんですけど、でじゃんけんで 1P2P 決めます？さあ延長に続いての延長、最大値までいったぞ、最大値、本日ダブルイルミネーションなので、カワシム D4 チームは、ウィナーズの2位決めなので、あ決勝戦なので、1回負けてもライフがまだあると、でバイソンヘイロンですね、エクスパさん、ハクさんは、ルーザーズのあれなので1回勝ちましたがここで決勝とはならず、さあ、1P 側がディオンさんのバイソン、 2P 側がハクさんのフェロン、さあ泣いても笑っても最後の試合頑張っていきましょう、開幕お互い見合った、おっとピヨっている、あんだけ体力減ってんのにピヨっちゃうってどうにもなんないっすね、さあ引っかかって密着、レッグ逆密着になるんですよね、多分ガード硬直どっちなんだ、フェイロンの方が早く動ける気がするぞ、あそうですね、ガードさせたらかなりフェイロン有利で、そうですよね、食らってもガードさせてもフェイロン有利、はい、さあ如意棒で取り返し、ラウンド取り返したがリオンさん、おダッシュアッパー冷静、飛びを見ていた、あ置いてある、さあ画面端来た、このムーブ危ないやつ、あれがですね、知ってるとですね、はい、実はあのバイソン側には表裏があんまり機能しないらしいんですよ、はいはい、いやだから表表ですよね、フェイロンとしては、なのであの投げの後受け身取ってもそんなに、おっと裏落ちから入っている、振りが入っ
て、ああ一歩有利に進めたのはハクエクスパーチーム。さあどうする？あれですね、このチームはキャラが散ってるので割と、はいはいはい、ハミー対策、フェイロン対策ができないと結構きついという。せめてカワシム DJ だったらってところもありますよね。そうですね、クソホンダじゃなくて DJ 用意しとけばよかったっていうね。そうですね、そうすればだいぶ変わりましたね。だからそうするとね、また予選で負けてたかもしれないっていう。そうですよね、この辺も難しいところ。さあホンダ、カワシムホンダが入っていく。さあ、おいちょ、開幕ファメ、もっと安かった。頭突き空中、これは美味しい。100巻めくりから100巻、支援で割って飛び越し支援、正面は100巻、大いちょ、大いちょでした。意外とあれですね、ホンダ必殺技で動けるから機動力あるんですね。あるといえばありますね。そっからの大いちょはちょっときついですね。おかげでも結構切られてるっぽいですね。おー、そうなんすか。はい、100巻、しかもおかげだとね、100巻落としじゃないと叫びながら落ちてくる。おかげは5ですか。4とか5とか。あー、なるほど。さあ入ったが繋がらなかったが、あー、ずらして頭突き。さあエクスパー丁寧にコンパネを拭いて、アルコール消毒ね、完璧ですから。リベンジをしたい。ガエルから行った、ガエル行った。まあこれはね、まあ竜でもガエルでも有利には違いないんですが、硬いエクスパーガエルが投げる、サマー、フライサマーですね。さあピョンピョンしているぞ。おっと、サマー出なかった。はまってしまって、はまってしまった。そうですね。出させて待ちはちょっとね、読み合いになっちゃうんで、真剣に行きたいところ。手癖で出しちゃうとダメですからね。さあ、ピヨってた。おっと、鬼無双貫通。これを、さあ半分まで減らしたぞ。さあ最後100列ちょっと難しかった。さあエクスパーさん連呼だ、連呼イン。ここはコンパネ吹かない。まあ自分ですからね。そうね、自分が、自分の貯金は必要ない。そうですね、高めは昇竜対打ち。はい、下がる。あんま下がっても波動ですよ、やっぱり。投げ返し、真空削り、お対打ち。さあこれワンチャンあるのか。昇竜ボタン話になっていなかったか。大いちょうが仕込まれてたみたいですけどね。話したつもりがまた押すということがたまにありますね。アッパーハイヤー、アッパー波動、波動、波動、この波動がきつい。波動拳、波動、波動拳、波動、波動言ってる人もね、いますけど。さあうまい垂直、しかしガードしてしまう。真空が入った、全部入った。さあ大一を仕込んで死んだ。あれ死ななくてもピョってましたよね、多分ね。死ななくても多分ピョりますね。終わっていた。投げて、飛んで、おっと、100列が当たらない。
怪しい竜巻が結構機能している。昇竜拳ドラゴンダンス。さあ出し合ったら勝つんですね真空が。これは鬼無双申し訳ない。ボーアート分割にヒット。繋がってはないんですよね。繋がってないですね。動いたのか。動いたんですね。なるほど。さあキャミの後には暴れないと大一を来ちゃうよみたいな植え付けが。そうですね、機能しましたね。さあこれはここをなんとかすればまだ目がこの本田ですよね。そうですね、キャミーで倒せればなんとかなるが、明らかに一つの関門ですね。うおっとスピンドライブ。あーこれは飛び越しキャノンだった。で4で100巻だったが相打ち。ミニット裏から台足スパイラル、意外とね牽制のコパンとに当たるんですよスパイラルが。今は当たんなかったですね。しかし手前打ち、フーリガンからの下がってコパレンダー。これは時間を歩く使っていく。うわっと2発目しっかり割っていく。おと足を出していたか。暗い投げちょっと高かったのか。さあもうなんかこのチーム3回ぐらい当たってるんで。そうですね、まだ残ってるのがまだダルシムいましたよね。まだ今回そうですね、ダルシムいますね。バイソンダルシムがまだ残ってる形。そうですね。一方エクスパーハクチームは最後ですね。まだホークも残ってる。今先方まだホークも残ってた。うお両方残ってたってことは今一人抜きました。あバイソンでしたのか。使ったのがバイソンで残ってるのがホークでした。失礼しました。逆でしたね。失礼しました。ちょっとバイソンの印象が薄い感じでしたね。なんか残ってない。なんかねもうね本当にこのチームの試合の実況も3回目なんでなんかだんだん。そうですね、混乱してきてますよね。さあボーリングするキャノンスパイク正面。これはホークきついぞ。そうですね、生田の、ね、回転を見せてきたリオンフォークですが、ちょっとこの小娘回すのは難しい。間合いが詰めれない、ね、しキャノンどうして何もなし。そっかお釣りないんだこれも。大足も届かないんですねこれ。うわーこれはおうまい。しかしもうやりたい放題、キャミやりたい放題だぞこれ。突き刺してったキャノン。行こうとしたが難しかった。うわっとこれは何もできなかった。中足連打しゃがみ大パンチで勝てるような気がしないくもない。相打ちじゃないですかね。しゃがみ大パンチ多分勝てますね。勝てる。さあダルシム出していく。さあこれで本当に本当の決勝どっちが勝ってもおしまいですね。最終戦までもつれ込んだ。川島からしたらもうね殺さないといけない組み合わせ。中足スパイラルにしてきた。あ、すみません、フーリガンにしてきた。スパイラルがいい位置でガードさせているのでお釣りがない。あでもさっきみたいにね手前落ちとかなっちゃうと厳しいですからね。ちゃんと削ってますね。削ってしかもお釣りがないくらいで止まるように。お踏んでってドリ表ドリ投げるバックジャンプドリ削りはガードできたか。あ時間とおっとテレポ読み空中に象形が置いてあった。これでなんと逆リーチをかけたエクスパーチーム。そして
いつも早くお帰りになるエクスパーも。電車大丈夫なんすか。さあ投げる。テルポ読み。あ、ピョっていった。優勝はエクスパー白チーム。チームおめでとうございます。いやーすごいっすね。一言お願いします。一言お願いします。一言。はい、はい、白さん。おめでとうございます。いやなんかめなんだろう。すごいたくさん試合しましたね。これ嬉しいっすね。これだけいけると。ルーザーが泳いでくる。キャミー最強。そしてチームメイトのエクスパーさん、おめでとうございます。今日ありがとうございます。最初お先にしますけど、あの各チームメイトだから勝った。ありがとうございます。Thank you. キャミフェイは一番怖いね。バイソンキャミフェイロン怖い。私ためにだから強い。いやー嬉しいです。大ピンチでできるね。この負けで。ありがとうございます。ありがとうございました。いやーなんか突発やった割にはなかなか盛り上がって、しかもね最後もかなりもつれて。ね、そうですね。ハクキャミもしかして負けてない？負けてなくはない？負けてますよ。あ、そうか、ルーザーズ言ってるんだからどっかで負けてるんだ、うん、お疲れ様でした、はい、お気をつけて。エスパーのお疲れ様でした、ありがとうございます。あ、なんかいろいろ楽しめましたね、意外とね。はい、まあもう時間も遅いんですけど、はい、明日がもみ杯、もみ杯、あ、南浦和ですね。なるほど、あれですね、南浦和ビッグアンセカンド、はい、であとはエクサーの、はい、エントリー始まりましたね。始まってますね。ぼちぼちチームが出てきたりしてる感じ。そうですね。それもビッグワンですよね。それもビッグワンですね。はいはいはい。なんかあれはその昨今の事情もあるんですけれども、はい、まあその一応開催するということにも決まって、なるほど、はい。まあ、皆さんでその衛生に気使いつつ、はい、ちょっとねやっぱ人混みは怖いっすよ今。まあそうですね、怖くないとはだけど、まあその辺はその辺、そうっすよね、はい、うん、なんか海外の方も頑張って日本来ちゃうみたいな話もちょっと聞いてるんで、はいはいはい、あ、そうなんすね。でもこの前獣道に参加していただいたお二方ね、海外勢ですよね、はい、そうですね、あれ無観客だったんですけど、かなりあれですよね、来日していただいた、うん、はい、感じですよね。まあ、まあ、いろんなあれが始まってますよね、対策が。そうですね、うん、まあどうなるかちょっと分かんないんですけど、まあ、はいはいはい、一応デイトナも、はい、まあ、しばらくはまだこの調子で、はい、あとそうだ、はい、お店に聞いとこうと思ったんだ。あ、どうしたんですか大地さん、なんかあるのかな。多分法律には逆らないんで、はいはい、4月からタバコ吸えなくなるんじゃないかな。禁煙説がね、はい、ありますね。いや、あれ都内だけじゃなかったんでしたっけ。埼玉県はセーフ。いや、そんな気もしないでもないですけど。あれ条例なんですか。条例だから。あ、じゃあ東京の条例。そうじゃあ埼玉はタバコ吸い放題、自治体ごと。いやいやいや、放題かどうかがない。埼玉は埼玉であると思うんで、なんとも言えないんですけど、タバコ吸えたらちょっともしかしたらあれですね、もうダメだ。そうですね。するときはタバコ吸わなきゃ死んじゃうって人とかはワンチャンありますよね。もうここしかないってなるかもしれない、ね、ジャンクガレージもできましたんで近隣に、はい、あ、確かに、はいはい、もうねジャンキーの方はマシマシしていただいて、はい、そうですね。いや今日なんかあれですね、北斗とヴァンパイアありますね。そうですね、ヴァンパイアがあれタイトルが北斗は店員さんの趣味で、ハンターか、ハンターですね。ハンターもなんとなく置いてあるというね、はい、ちょっと一風変わった感じ。いや、いいんじゃないですか、こういうのも。そうですね、たまには。これ50円1クレですね、どれもね。そうですね、はいはいはい、まあ、そんな感じで、はい、なんかありますか。まあ、大体することはしたんじゃないですか。特になし、不思議なもの、はい、はいはい、こんなわけで、はい、突発大会第1回超人タッグマッチ、はい、優勝は、ね、ハクさんとエクスパーさんのチームでした。おめでとうございます。おめでとうございます。投げてまた来週。はい、お疲れ様でした。
ウンド。